坂本九さんは世界的な名曲、上を向いて歩こうなどで知られる歌手です。私生活では女優の柏木由紀子さんと結婚し子供にも恵まれましたが、1985年8月に起きた日航機墜落事故のため43歳で亡くなりました。坂本九さんは高校時代からロックに傾倒し、1958年に井上博士とザ・ドリフターズに加入しました。当初は活動がうまくいかず一時引退をしましたが、芸能関係者からの引き止めを受け、ダニー・イーダとパラダイスキングのメンバー移籍となり、1959年には題名のない歌だけれどでデビューを果たしています。1960年になるとソロ転向した初シングル悲しき60歳がヒットし、1961年には世界中から愛された名曲上を向いて歩こうをリリース。アメリカでは同曲が100万枚以上のセールスを記録するなどして、日本人として初めてのゴールデングラフ賞を受賞しました。1985年にはレーベルを移籍し、再び歌手活動に本腰を入れる兆しが見られましたが、同年8月に起きた日本航空123便墜落事故に巻き込まれ亡くなりました。坂本九の嫁柏木由紀子との慣れ始めから結婚まで、柏木由紀子さんは幼少期から歌劇団劇団などに所属しており、その後は少女向け雑誌のモデルを経て、1964年に映画明日の夢が溢れているで女優デビューしました。以降は女優や歌手としても活動しています。結婚後は芸能活動が減少しましたが、なお坂本九さんとの死別後は独身を通しています。坂本九さんと柏木由紀子さん、1968年に出会い、1970年頃に交際を開始し、1971年8月に結婚。二人の交際のきっかけは、坂本九さんからの2度にわたるアプローチからでした。結婚生活は楽しいものだったようです。柏木由紀子さんは、自身が再婚しない理由について、夫、坂本九さんは、私にとって存在が大きいからと語っています。結婚生活は14年間でしたが、柏木さんにとって坂本九さんとの思い出は多くのものを残したのでしょう。また現在も坂本さんと暮らしたお家で暮らされているそう。坂本九の子供は娘が2人、長女大島花子は歌手、次女舞坂由紀子は元宝塚。長女大島花子は1973年に生まれ、1992年に女優としてデビューしました。次女舞坂由紀子は1976年に生まれ、宝塚歌劇団出身で現在は女優歌手活動のほか、2012年からはドッグウェアブランドを立ち上げています。坂本九が亡くなった飛行機事故、日航機墜落事故の真相とは。事故原因について、運輸安全委員会 HP より、事故は後部圧力隔壁の不適切な修理に起因し、隔壁が損壊したことにより胴体後部垂直尾翼操縦系統が損壊し、飛行性能の低下と主操縦機能を喪失したために生じたと推定しています。事故の起因となった不適切な修理は、1978年の日本航空115便尻餅事故後の修理によるものです。この時の修理ミスが日航機墜落事故につながったという事故原因が事故調査委員会から報告されました。日航機墜落事故はお盆入り前の夏休み中の航空便で、その席はほぼ満席。そのため500名を超える死者を出すという大惨事になりました。日航機墜落事故はすでに調査委員会による報告が終わっており、平成23年には不可解な事故経緯や疑問点などから報告の解説書まで公開されました。しかしそれでもついて回る日航機墜落事故の陰謀説真相、これらは事故原因とされる後部圧力隔壁の不適切な修理に起因し、隔壁が損壊によって起こるはずの急減圧が生存者などの証言からなかったのではないかという見方から来るものです。その日航機墜落事故の陰謀説真相の代表的なものが以下の2つです。一機体構造不良によるフラッタ現象、風や気流などを受けて破壊的振動での垂直尾翼損壊説。これは修理ミスなどではなく、もともと機体に不良があったがゆえに引き起こされたという見方ですね。
二自衛隊が撃墜した説、自衛隊のミサイルによって撃墜されたというびっくり説ですが、これは様々な人が著書などで扱っている有力説のようです。ただいずれの説も、日本航空123便の御巣鷹山墜落事故に、かかる航空事故調査報告書についての解説などにより否定されています。1は機体開発時の実験でもフラッター現象などは確認されていない。2機体残骸に火薬などの爆発物は確認されていないなどの理由から、日航機墜落事故については事故調査が不十分なまま打ち切られたことや、原因とされた修理ミスを起因とする後部圧力隔壁損壊という見方に多くの疑問が呈されたため、事故発生直後から真相陰謀説が言われていました。当時の中曽根総理はこの事故について、真実は墓場まで持ってくと言ったとか言わなかったとか、この中曽根元総理の言葉には諸説あり、日航機墜落事故について言ったものではない可能性もあるそう。どちらにしろ520名もの尊い命が墜落事故により失われたことは、日本にとってあまりにも大きな損失です。坂本九さんの死因は墜落死あるいは航空事故死とされます。これは彼だけではなく、日航機墜落事故で亡くなった人すべてに当てはまる死因ですが、やはり人それぞれ詳細の死因や遺体の状況は異なり、特に航空機のどこに座っていたかでだいぶ変わってくるようです。飛行機全部尾根に激突したため遺体の損傷が激しく、燃料タンクもあり火災に巻き込まれたものも、飛行機後部、激突や火災から逃れられ、遺体は比較的そのまま残されていたものが多かった。しかし機体分断後には数百メートル落下したため、こちらの乗客なども大体即死した。奇跡的に助かった生存者4名は後部座席の客。やはり墜落でかかった G は凄まじく、乗客乗務員のほとんどが即死、あるいはそれに近い状態だったといいます。今ならば大物芸能人が乗る座席はビジネスクラス以上かなと浮かびますが、当時はモノクラス製の飛行機、ただジャンボ機のような大型で、著名人が好んで利用していたのが少数しか座れない2階席で、坂本九さんもその2階席の右列前方から4番目、64列に座っていました。そのため位置としては飛行機全部となります。当時の報道によると、状況はやはり凄惨で、体の一部分のみだったというものもありました。奥さんの柏木由紀子さんは、その遺体の状況のひどさから、異例登山などもできず飛行機にもしばらく乗れないほどのトラウマになってしまったといいます。ただ犠牲者の中には最後まで身元不明の方も多かったといいますので、それを考えれば身元が判明しただけでも良かったのかもしれません。坂本九さんが飛行機の中に持ち込んだボストンバッグが墜落現場から発見されましたが、その中に遺書のようなものは残されていませんでした。ただ父親が事故前に取った言動が印象深く、よく覚えているといいます。次女の舞子さんの記憶に残る坂本さんの一言、事故を予測していたのか、坂本さんは事故当日の朝に空を見上げて、今日は雲が早いから飛行機に乗りたくないんだよねとつぶやいた。前日の夜にはこんなことも、坂本家では坂本さんが娘を抱っこして冗談を言って楽しませるのが当たり前のような光景だったが、その日は舞妓を抱きしめて目をつぶっていたんです。いつもと違うなと思いましたと由紀子さんは明かした。さらに事故当日に家を出る際に坂本さんが見せた何とも言えない表情が由紀子さんの印象に強く残っているという。もちろんこれらの話が単なる偶然だったのか必然だったのかはもう知る由がありませんが、こういった大事故前に何か虫の知らせのようなものを感じる人も確かにいますね。1985年に突然の事故により亡くなってしまった坂本九さん、その後残された家族3人はひどく落ち込み、大好きだった父親の話題を出すことさえしなくなったそうです。そんな彼女たちを救ったのもまた坂本九さんでした。坂本九さんが生前最後のラジオ番組で偶然に披露した楽曲、心の瞳、
この曲はやがて全国の学生に歌い継がれていき、結果的に柏木さんら母娘を励ますことにもつながりました。坂本九さん、ご冥福をお祈りします。